こんにちは、柴田です。こんにちは、千葉管楽器石井です。よろしくお願いします。今日はですね、リクエストいただきましたので、はい、ちょっとそちらをですね試していきたいと思うんですけれども、メタルゾーンボスの定番エフェクターの、そうですね、一つですね。まあ、通常のインプットに、この JC の120のインプットに挿すのと、後ろのリターンプリアンプとしてこのメタルゾーンを使用していくっていうのを試していきたいと思います。やっぱりね、 EQ が結構優れてるじゃないですか。はい、そうなんですよね。そこをね、生かすのはリターンの方がいいんじゃないかっていう話が出てきて、なるほど、使ったらめっちゃ良かったよって話なんですけど、僕もこう言っときながら試したこと一度もないんで、あ、そうだったんですね。今日初でございます。じゃあ早速ですね、これ通常 JC もフラット状態、そうですね、全部12時で設定してます。でメタルゾーンも12時、いい音ですね。いや、めちゃめちゃいいですね。これはこれでなんかいいですね。なんかザクザク言ってて、うん、これぞメタルゾーンっていう感じで、はい、全然いいです。はい、まあ、この12時状態で早速もうリターンいっちゃいましょうか。はい、いきましょうか。ちょっといきます。はい、いきます。来ましたね、はい、これはリターン雑誌ですね。もう本当にリターンにぶっ刺しただけの状態ですね、はい、そうですね。通常例えばエフェクター空間系とかをあのセンドリターンにする場合は、うん、センドからまず1個空間系に送って、そこから空間系のアウトからリターンっていう感じなんですけど、うん、これはちょっと変わってて、ギターメタルゾーンから直でリターンに出るっていう、まあ、シンプルですね。本当に刺す場所が前から場所になったってだけ、っていうだけなんですね。アンプのインプットには何も刺さってないですね、うん、今ちょっとリターンに刺したっていうことは、はい、こっちの EQ はもう死ぬんでしたっけ。そうです、はい、動いてないですね、ダイレクトに入ってる、うん、ということですね。はい、ということはアンプの EQ は全く使えないので、はい、こっちの EQ でどうにかするしかないっていうところなんですけど、そうですね、一旦12時でいきたいと思います。はい、うん、毛色が全然変わりました。変わりましたね、うん、はい、12時だとちょっとやっぱこもりを感じますね。そうですね、ローがこっちの方が強い、うん、強くて、ね、でもザクザク感は減ってる、うん、これを EQ いじってさっきのインプットに挿したものよりもザクザクがあってローが出るのかどうか、はい、そこだと思うんですよ、肝は。うん、EQ いじってみましょうか。ハイが足りないですね、はい、まずね、ハイが足りない。でもまだちょっと優しい、はい、ローを出してみます。ミッドを削った方が良さそうですね。いいとこじゃないですか、これ。いい感じですね。お、個人的にはもうちょっとね、ハイがあってもいいかなっていうところで。いい感じですね。なんかさっきより音が前にあるような感覚があります ね、 すよね、はい、前のはもうちょっと軽さがあって、まあ、確かにあのコンパクトでこのザクザクを作るとよく陥りがちになるって言ったらあれかもしれないですけど、そういうタイプの音でしたね、はい、前のやつは、はい、うん、こっちはなんかそのアンプ自体で特定の領域の歪みまで稼げてるみたいな感じのサウンドになってるのかなって自分はちょっと感じましたね、うんうん、はい、なんかラインの音みたいな感じというか、あ、なんか近いかもしれないですね、スピーカー直な感じのね、でもジャズコらしさっていうのがそもそも少なくなってる。ああ、そうですね、うん、確かに音作りをする本当スピーカーとして使用してる、モニターとしてっていう感じのね、これがアンプってことですよね。そうです、うん、問題としてはこれをオフにした瞬間にそこですね、うん、なのでメタルの人だけに使われる。なるほど、あ、なるほどね。確かにこれオフにしたらアンプオフにするのと同じなんで、もう要はペラペラの、はい、何もノープリアンプの状態の、はい、そういうことですね。
ぱ使用用途によって変わってくると、うんうん、まあでも面白い実験だったの、はい、面白かったです、興味深いです ね、 ね、面白かったですね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。